ティーチャークーー、ティーチャークーー、喉痛いっすね。喉。喉が痛い。乾燥してる。喉の痛みって多分、なくならないですよね。悩み。龍角さんとかね。ずっと売れてますけど。なんかね、もちろんその新しい病気とか新しいなんかあると思うんすけど、でも大体テンプレたんすよね。悩みっていうのは。悩みってテンプレじゃないですか。 悩みでテンプレなんですよ。だかそこに対してどういう切り口で話すかですよね。うんだからな何すかね？あの？そう、僕のあの。僕の話を聞いてくれだから、もう daigo さんの話を聞いてるお客さんもいるんですよ。で、僕に比べると daigo さんですげー。げえまあ、数持ってまして。まあその心理学みたいなね。あのメンタリストみたいな。 僕より影響力あるし本もいっぱい出してるしめっちゃ稼いでるしで DAIGO さんの話も聞くんだけども僕の話も聞くっていうね面白いですよね <laughs> だから何すかねあのすげえ有名人じゃなくてもおばあちゃんの話聞いたりするしうんなんかその身近なおばあちゃんの身近なおばあちゃんになればいいんじゃないかなと思うんですよねうんなんかなんすかね 有名人じゃなくても聞いてもらえることは聞いてもらえるんでただその悩みがその的を外れてたらら聞いいてもらえないですよね全くそのなですかねうんですかねうんそ,のその人のなまあ結局その人が悩んでないことですね興味ない悩んでないことに対して話したとしても聞いてくれないですね。うん だからまあそこですよね、結局、そのお客さんの悩みとか求めてるもの何なんだろうっていうことをし知ることが大事でまあこれドリアカでもずっと教えてますけど、アンケート取れっていうね、何に悩んでいて、何に興味あるのかみたいな話ですよ。で、それさえ知っていれば、何ですかね、まあ、そこに対しては回答すればいいんで、そして、そうすれば、その 芸能能人じゃななくくくてても聞いてくれる可能性は高くなりますねでもあの悩んでないこと興味ないことを話しても何すかねあなたに興味ないんであなたに興味ないのに話も興味ないどうやって聞いてくれんだとあなたに興味はないけどその話題その悩みは私解決したいねっていうね話じゃないですか Google で検索した時にねそのブログ知らなかったそのサイト知らなかった でもその記事は興味あるから読んでみるって話じゃないですか。もう一度言いますね。これ、まあ、よくあると思うんですけど、そのブログの存在を知らなかった、そのサイトを知らなかったら、そのサイトは好きでも何でもない、興味は何でもない、知らなかった。だけど、検索した時に、そのサイトに記事がこういうの載っていた、その記事を読みません。自分の悩み解決が書いてあったら。って話ですよね。でもそのブログっていうのは有名ではない。その有名人が書いてるわけではない。みたいな話ですよね。 ゃい。